こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、春でございますね。新しいことがいろいろ始まる時期ですけども、バタバタしてるママさん多いんじゃないかと思いますけど、私も今年の春はなんかもうバッタバタで、今もまだバタバタ継続中なんですけど、はい、私のバタバタ話を聞いてもらってもいいですか？はい、喋りたいと思います。頑張らんでええです、適当でええです。はい、春はね、毎年まあバタバタするんですけど、私まあ子育て歴25年で子供まあ12人おってなのでね、まあ、小学校の入学、中学入学、高校入学、大学入学とかいろいろかぶったりとかもいろいろあったんですけど、まあ、今年の春はですね、まあ、今日からなんですけど、今日4月の10日、これ撮影撮ってるのが4月の10日なんですけど、今日からいよいよ新しく高校生が、高校1年生が学校が始まりまして、本格的にね。で、高校はお弁当なのよね。はい、義務教育、中学校まではね、給食様々、もうほんまに給食ありがたいんですけど、もう義務教育終わったら高校からはお弁当になるわけですよ。で、過去に私まあたくさん子供いるから、ココちゃん、今高校1年生ココちゃん6人目なので、過去に5人お弁当作りずっと高校生のやってきてたから、別にまあ、また久々にあのお弁当作りが始まったなっていうだけやねんけど、でもね、少しインターバルがあったんですよ。はい、なので久々の高校生のお弁当でめんどくさいなっていうのがめんどくさい、うん。で、幼稚園児のねお弁当とかやったらね、まあ、言うとちっちゃいやん、お弁当箱がもうこんなんやから、ちょっと入れたらもうこれ以上入らへんっていう感じで、 そんな大したものね入れれないんですよ、幼稚園児のお弁当なんていうのはね。だけど高校生にもなったらね、でうちの子またスポーツ、陸上部でスポーツやってるもんやから、まあ食べよるめっちゃ食べよるわけですよ。ってなったら、こんなでっかい弁当箱ブドーンってあって、で、まあ、いろいろこう埋めていくんだけど、詰めても詰めても埋まらんわけよ。この隙間どうしちゃっかなみたいなことになってきて、でもはーってなるんですよね。でもね、もう頑張らんとこうと思って、まあ、料理好きだからね、やろうと思ったらいろいろこだわってやっちゃうんですけど、もうこんなん毎日のことやしやってられへんわと思って、もう力抜いていこう思って、で昨日日曜日に、今日から、まあ、お弁当始まる、月曜日から始まるから前日にね、もうスーパー行ってね、もうたらふくいっぱい冷凍食品を買い漁ってきて、冷凍庫にガーッ詰めて、うわ入らへんどうしようとか言いながら、この角度で声でもテトリスみたいに冷凍庫の中に冷凍食品詰めて、もうこれでもうずっと乗り切ったろ3年間と思ってね、まあ、そんなんやってたんですけどね。で昔ね、男の子、高校生の男の子なんかは、まあ、彩りとかも考えて、まあね、第1第2子とかやったから、私もやっぱり高校生のお弁当栄養も考えてとかっていろいろ頑張っとったわけですよ当時。で彩り考えて、ちょっとブロッコリー入れて、ミニトマト入れてみたりとか、まあ、黄色 の卵入れてみたり、お肉入れてみたり、まあ、魚入れてみたり、いろいろこうカラフルにねお弁当してたわけよ、頑張ってたんですよ。なある時ね、男の子ね、ママちょっと話があるねんって言われて、何って言ったら、お弁当やねんけどさ、全面茶色でいいって言われてえ、どういうこと、もうご飯の上に生姜焼きドーン、毎日それでいいから他何もいらんから、彩りとかいらんからって言われて、まあね、とにかく食べたい高校生男子にはもう茶色でいい、その見た目とかどうでもいいみたいなことやったんですよね。で、まあある意味楽、それ言われたら、もう肉焼いて入れときゃええねんから、めっちゃ楽じゃないですか。あ、なんか助かったと同時に、でも母親としてこんなんでいいやろうかみたいなね、そんな葛藤もあったんですけど、で、まあ、今回ねココちゃんに、昔そんなことがあってなって言って、お弁当箱の中全部茶色でいいって言われてんけどなって言いながら、ココちゃんもそれでよくないっていうことを暗黙の子、ちょっとこう探りを入れてみたら、それは恥ずかしいから嫌やわ、あ、女子ですね見た目気にするんやってことは、何ママこれからも彩りとか考えてやらなあかん感じ、それはだって恥ずかしいやん、友達とかに見られるのにって言うて、あ、わかりました、頑張ります
ね、中にはね高校生ぐらいになったら自分でお弁当を作って持っていく子とかもいるからね、そんなん思ったら自分でやれよと思うんですけども、はい、まあもうここちゃんやらないからね。でね、もうあのお弁当は持っていくけど運動してたりとかしたらもう2時間目ぐらい終わったぐらいで10時半とかで一回お腹すく朝練もしてたりとかしたら、でそこでもうお弁当もう食べちゃうんですよね。でも10時半の時点でお弁当ないわけよ。ほんで昼休みは学食とか行ってそこでまた菓子パンとか買ってきて食べたりとか、もうそんなんもねやってましたね。私も高校生の時そんなんやっとったなと思いますけどね。よー食べたよなあの時期、うん、まあ、そんなんでねお弁当が始まってふーんってなってるわけですよ。でうちはココちゃんがまあ高校生になってお弁当がいるようになって、で、トトちゃんがこの春に小学校1年生になるんですけど、彼女は幼稚園からねインターナショナルスクールに行ってたんですよ。まあ、沖縄特有ですよね。沖縄だからこそやなと思うんですけど、インターに行ってたのね。でインターは幼稚園もお弁当やったんですよ。だから年中さんと年長さんの2年間はトトはお弁当をずっと作ってきたから、この春から小学校1年生になってまたお弁当が続くねんけど、ここから中学3年生あ違うわ中学3年生までもインターはずっとお弁当で、さらにそこから高校に入るから私何年お弁当作らんの ?9 年トトだけでドン引きするわまあその間に他の子たちもお弁当が必要になってくるから、もう結局お弁当何個作るのみたいになんねんけど、まあ、最大多かった時ね、過去にもねあの毎日ね6個のお弁当を作ってた時期がありましたね。毎日ですよ、はい。だからそんなんやってたからね、今のこの生活が大変かって言われたら、あまた来たなっていうだけなんですけど、なぜちょっと楽やった時期があったりすると、そこからまたっていうのはまたなんかちょっとふんってなりますねまあすぐ馴染むんでしょうけどね。でまあトトもお弁当がいるので、まあ、あのトトちゃんの小学校1年生のお弁当とココちゃんの高校1年生のお弁当を2つを作らないといけないけど、でも同じ小1高1どっちも1年生なんだけど、まあ、6歳のお弁当と16歳のお弁当が内容がやっぱ一緒であるはずがなくですよね。はい、こっち陸上部でバンバン運動してるし、むっちゃ成長期やし、だから小学校1年生そんなにまだ食べへんしなとかだったら、入れるものも一緒にできひんっていうんかな、きんぴらごぼうのなんか生姜の効いた煮物とかでトトのとこに入れても1年生食べるわけないよねとかなるから、うーんどうしたものかとか思いながらね、ちょっと分けてしなあかんかなと思ってたんですけど、お弁当初日あのアンパンマンポテトを、まあ、あの冷凍ね解凍して、高校生のお弁当隙間がいっぱい空いてもう入れちゃえみたいな、ね、アンパンマンポテト入れときました。あとプリキュア あのかまぼこトトに入れたやつ、ココちゃんのお弁当はこう彩り大事やし、プリキュアのかまぼこ入れちゃえって入れちゃいました。さあ どんな反応が返ってくるんかな可愛いやまたやってって言われるか、恥ずかしかったわっつって怒られるかどっちかなと思ってるんですけどね。まあそんなんでね、入れるものも考えなあかんし、でさらにうちはナナちゃん、中学3年生のナナちゃんが発達障害を持ってて、自閉症スペクトラム障害っていうね発達障害を持ってて、まあ、学校頑張って行ってるんですけど、なかなかやっぱりこう集中力がなかったりとか、お友達との関係ね、人間関係がうまくできなかったりとかで、まあ、支援学級に行ってるんですけども、まあ、あの長い時間学校で集中がやっぱりできなくて、定期発達の子に比べてね、でも頑張って行ってるんですよ学校はね。でまあナナが自分で決めて、まあ朝行って、でまあ給食の前ぐらいに家帰ろうかなみたいな自分で決めて、で沖縄の給食がね、まあ、私たちあのずっと大阪で暮らしてたんで、大阪の給食ですごい美味しかったんですよ。で沖縄の給食もね美味しくないっていうことはないかもしれないけど、沖縄の味がすんねんな、沖縄の給食って。なんか子供いわけで全部ね、全部チャンプルーの味がするママっていうなんか特有のあの沖縄特有のその煮物というか、沖縄の味がするらしいですよ全部のね給食がね。でやっぱこう大阪で育ってきたうちの子にとっては、沖縄の給食の味がやっぱちょっと合わないっていうこともあって、でナナはまあ発達障害があるから、その味覚過敏もあるんですよね。味とか舌触りとかにもすごく過敏があるから、給食がね沖縄のやつがねちょっとね拒否るんですね、無理やねね、でそれを無理に食べろって言われたら、これもすごいストレスになってしんどいやろうから、まあもうほんとやったらもう給食は食べんでいいわ、家でご飯食べるみたいになって、で今あのお昼前にお家に帰ってきて、お昼ご飯はお家で食べるようになってるんですね。ってなったら、そのトトのお弁当でしょ、ココのお弁当でしょ、でナナのお昼ご飯作らないといけない。ほんでさらにマークと私は筋トレをやってるから、筋トレの
お昼ご飯やね筋トレ飯なんですよ。それを2人分作り、で小学生たちは、まあ、あの給食様々なんだけどそれ食べてくれてるんですけど、保育園の子たちも保育園で給食様々なんですけど、なんやかんやで私はお昼ご飯何食作っとんねんみたいなね、そんな生活が始まりました。でさらにあの沖縄は、ね、交通手段が電車がないわけですよ。モノレールは那覇の方にはあるんですけど、私が住んでるのは沖縄の中部のさらに離島なんですね。で離島って言ってもね、あの離島ってなんか船で渡らなあかんって思ってる人多いと思うんですけど、私が住んでるところは海中道路、あの海の中ずっと潜っていくわけじゃないですよ、海中道路って、ね、あの海両脇海があって、その真ん中にズドーンと5キロまっすぐな道路がバーンってあるんですね。でその海中道路を渡って、これまあ10分ぐらいなんですけど、その先の離島島に私は住んでるんですね。だから車で10分で本島には渡れるんですけども、離島なんでそこにはバスっていうものがないんですよ。本島まで渡らないと高校に行けるバスがないのね、電車もないし、ほなもう親が送迎するか、その本島まで連れて行ってそこからバスに乗って高校に行くかっていう選択肢しかなくて、でもね、まあ、これ田舎なんでね、バスの時間も調べたんですよ。ほんなら時間がもう全然合わない、このバス乗ったら全然学校遅刻やんとか、でこのバス乗ったらえめちゃめちゃ早すぎるやん、え一番いい時間のバスないやんみたいになって、どうしたもんかってね。これがまあ田舎に住むあの苦労なんだよね。これとあの大阪住んでた時なんてもう電車はあるわ、バスはあるわ、もうね至れり尽くせり、もう何にも困ることなく高校はい一人で行ってきてってできたんですけど、こう沖縄の田舎だからねそういうことができなくて、で今いろいろこう検討した結果、とりあえず本島からバスで行ってって、私は仕事もあるしね、で保育園とか幼稚園の送迎もあったりするんで、もうココちゃんだけど高校だけにその時間取られへんし、でも仕事スタートの時間も遅れるしってなるから、もうバスで行ってもらおうと。でもそれをそのバスに乗れるためにはですね、家をね7時20分に出ないといけないわけよ。で7時20分に出るので、ほんでトトのお弁当、ココのお弁当、ナナのお昼ご飯で、私たちの筋トレ飯で、子供たち全員の朝ごはんで、さらに仕事終わるのがもう夕方6時やったりするから、そこから晩ご飯作ってたら間に合わへんから、朝の時点で晩ご飯まで作っときたいわけよ、とかいう家事をうわーっと朝の間にやって、7時20分にここを本島まで送り届けないといけない、はぁーみたいな。これ大阪にいた時も、助産院バブバブ、大阪のね助産院バブバブ、私たち住んでたの大阪の田舎やったんで、通勤時間がね車で1時間半かかったんですよ。あの時期も普通に7時半に家出てないよね。で小学校送り届けて、高校送り届けて、それから私職場まで行って7時半に出発する生活をしてたから、それを思ったらあの時期と同じ状況がまた戻ってきてるだけやから、できんことないよね、久子頑張れよみたいなね。マー君やってたよね、7時半に出てたもんね。そうやな、って考えたら今これ大変やなとか言ってるけど、過去やってたやもんな、同じようなことな。まあ、あの確かにやっとったけども、なんかみんな子供らも大きくなってきて、うん、な学校とかも変わってきて、やっぱりちょっと事情違うかもしれんな。なんかバッタバタやな。そうでココちゃんね、であの高校終わるじゃないですか。で終わる時間もまあまちまちやと思うねんけど、陸上部で部活終わってとかなってくるとね、その時間にそのバスでじゃあこの島まで帰ってこれる、あの海中道路を渡る直前の本島のところまでのバスを時間見たらないんすよ。これがえ何、夕方4時台5時台のバスがないって何、え高校生どうやって帰るのみたいな、バス自体がないんですよ。2時間に1本とかじゃないね、ってなって、でもしゃあないから学校まで迎えに行かないといけないですよ、夕方も仕事私終わってから、おーみたいな。でそれで幸いね、この鈴、長女鈴の、あのマンションがその高校の、まあ、近いって言ってもどうやろう、30分ぐらい歩かなあかんかな、あれ30分は歩かない、歩かなあかんやろな、まあでも歩、まあ、30分歩くんですけどね、でも歩いて行ける距離に鈴んちのマンションがあるわけよ。なのでもうここもうあのママ、あの5時半6時まで仕事やから、そこで迎えに来い言われても行かれへんから、とりあえず学校終わったら学校で待つか、もしくは鈴んちまで歩いて行けと、でそこで待っとって、ママ仕事終わったらそこまで迎えに行こうから、これやっていけるかなみたいな、なんかね。であのインターナショナルの小学校まで車で30分で送迎やしね、まあ、マークの力も借りながら2人で協力しながらやるんですけどね、
まあなんかなかなか、まあ、あの刺激的な毎日になりそうやなこの春からっていう、はい、そんな感じでバタバタしてるんですけどね。まあこれもね、でもね、あの過去いろいろこうやってきた中ですごくあの新生活でね不安に思ってるママさんも多いと思うんですけど、これは、ね、慣れやねん。はい、やってるうちにだんだん段取りが分かってきて、もうルーティンになっていくんですよね。バタバタするんだけども、なんかこうあの段取りが見えてくるから、意外と人間ってそれにうまいこと適応してねやっていくようになるんですよ。でもこんなもんでしょみたいになっていくからね、まあ、最初1ヶ月ぐらい慣れるまではちょっと大変かもしれないんですけど、まあ、私もちょっとバタバタしながらなんですけど、ね、新生活始まったママさんたち一緒に頑張っていこうかなと思いますので、あの力抜いていきましょう、ね、で家事とかもね、パーフェクトにやろうって過去の私のその、 あの高校生のお弁当みたいに彩り考えて栄養考えてとかでいろいろ考えとったらね、あの自分がね壊れるんでね、なのであの私はもう冷凍庫の中に冷凍食品ジャーって入れて、もうそれをチンして入れるにもそれに徹するっていうことでもう宣言してますからね。もうあのママさんたちみんなね、あの晩ご飯とかも力抜いて、そこら辺はもう上手に冷凍食品とかうまいこと使いながら、もうあのね食べれて死なんかったらいいんでね、もう栄養とかもそこまで考えなくていいから、慣れるまでは、はい、もう力抜いてやっていてもらいたいなと思います。はい、12人産んだ助産師した子の子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。